スマートフォンアプリ業界、まあ、結構詳しい人としてスマホアプリ詳しいんですよね、はい、とかなるほど。事業もやり込んでてベンチャー投資の世界でも両方できそうな人ってそんないないよね、うん、みたいな中で、うん、スタートアップ投資 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV のガズレキャピタルの石橋です。今回の動画もですね、ヘンゲさんにスポンサードいただきまして、この番組をお送りさせていただいております。いつもありがとうございます。今回は、クロステックベンチャーズの手島さんにゲスト出演をいただきまして、いろいろとまたお話を伺っていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。今回まあ見ていただいている皆さん、はい、まあ、まだまだその手島さんのこと自身のやっぱり存じ上げない方も正直いらっしゃるのかなと思いますので、はい、どういう流れでクロステックベンチャーズを創業するに至るのかみたいなところを、それこそ前職の話も含めいろいろとお話しいただけるとありがたいです、はいはい、よろしくお願いいたします。じゃあ、 自己紹介させていただきますと、はい、私今43歳なんですけど、はい、新卒で博報堂に入りまして、うん、当時の同僚というか、まあ、後ろに座ってた人が、はい、まあ、エニグモの社長の須田とかですねまあみんなで博報堂で働いてたんですけど、それこそエニグモが創業とかしたタイミングで、まあ、須田とかとはいずれはなんか俺らもいろいろやりたいよねとかって飲みながら話してたんで、うんうん、まあじゃあ俺もちょっとなんかいろいろやんないとなみたいになって、はいはい、僕は辞めて、で当時サイバーエージェント辞めたばっかの早川さんって人が、うん、まあ、サイバーエージェントの副社長だったんですけど、はいはいはい、人を介して会うことになって、なんか一緒にやろうよとかってなって、はい、彼が作ってインタースパイアって会社に10人ぐらいの時ですかね、副社長として入りましたというのが、うんうんうん、このいわゆるスタートアップコミュニティみたいな、ね、はいはいはい、まあ、当時だからベンチャーって言われてますね、はい、なんでアコドは6年ぐらい勤めて、うん、28ぐらいの時に転身してますっていう感じですね、はい、まあ、モバイルの広告代理店の事業とかを立ち上げたり、はい、テックビジネスですらないですけど、うん、まあ、営業ですよねとかをやって、で2回合併しまして、はい、2012年にユナイテッドって会社になりましたと、はい、まあ、当時ネットエイジって会社と合併して、うん、僕は当時スマートフォンアプリの事業の責任者をやっていて、うんうん、まあ、合併後も、その事業領域の担当役員だったんですけど、はい、NGI グループにベンチャー投資の部門があったので、うんうん、合併して半年ぐらい経った時に、はい、IVS のローンチパッドに僕は出まして、手島さんが出たんですよ、はい、ユナイテッドっていう会社として、へえ、で準優勝したんですけど、ココッパっていうサービスがあって、はい、グローバルで数千万ダウンロードされてたんで、はい、まあ、かなりガッといってんで、翌日第2の LINE とかって言って、はいはい、日経新聞出ちゃったりとかして、はいはい、時価総額バーンとか上がった時あったんですけど、はい、ちなみにその時1位がフリーで、3位がマネーフォワード、ー4位がココナラでしたね、はい、まあ、そういう回がありまして、はい、それを多分見たりとかして、スマートフォンアプリ業界っていうのは当時ありまして、うん、黎明期で、まあ、結構詳しい人として、はい、ある種認知されてたんで、はい、多分それを見て今のメルカリ、当時の構造って社名ですよね、山田慎太郎さんがネットエイジの投資窓口のところに、宇野の時もネットエイジ出してたんで、はいはい、連絡くれて、まあ、また会社作ったんですとか、このサービス作ってる人とちょっと話したいんですとかつって出てったのが僕ですね。でその時のやり取りは、いわゆる日経からメルカリの上場直前に出てるメルカリ本っていうのに結構細かく書いてあるんで、はいはいはい、それ見ていただくといいと思うんですけど、はい、それが初めてのベンチャー投資 でメルカリが出て1ヶ月ぐらいアンドロイド版が出ていて、はい、iOS 版そろそろ出ますみたいな、月の GMV が20万円とか、それぐらい出しましたって時期ですよね、はいはい、うん、単に広告踏まないと伸びない事業なんで、うんうん、ちょっと資金調達しようと思って、こうしたらいいんじゃないか、あしたらいいんじゃないかとかって話してるうちに、まあ、投資してくれってなって、まあ、ユナイテッドとしても思い切って3億円当時投資しまして、うんうん、まあ、18% ぐらいですかね、当時の、シェアで取らせていただいて、めちゃくちゃ思い切ったタイミングですよね、はい、っていうのがきっかけで初めてベンチャー投資したっていう感じ、それが2013年ぐらいですね、うん、なるほど。それきっかけで、まあ、なんかいわゆるベンチャー投資の世界っていうんですかね、はいはいはい、まあ、僕だから初めてまともに話したベンチャー投資の人っていうんですかね、はいはい、が松山タイガーさんですよね、はいはい、だから僕より先にメルカリに投資してたんで、それで会って話して、会ったことすらなかったんでベンチャーキャピタルの人とか、僕も興味なかったですし、そういうところに、まあ、自分の事業を伸ばすことに集中してたし、うん、視野の外でしたよね、正直そういうベンチャーキャピタル産業ってこと自体が、うん、完全に事業サイドの方だったんですね。メルカリも後から高宮さんとかも入ってくるじゃないですか、うん、そうすると取締役会とかで、はいろいろ、はい、まあ、話して
してるわけですから、あ、こういう人たちっているんだなとかっていうのが当時の印象ですよね。なるほど。メルカリきっかけで、とはいえポツポツなんか紹介で入るようになりまして、はいはい、クラシルとか、それこそだから CM とかやる前のクラシルとか、手島さんスマホアプリ詳しいんですよねとかっつって、なるほど、そういうイメージにどんどんなっていくわけですね。そうですね、あれ当時グノシの福島さんの紹介で堀江さんが会う時があって投資しましたねとかっていうのが、うん、だからユナイテッドの時は結局7、8件ぐらいですかね、うん、2013年から辞めるまで 4,5 年の間に7、8件、そんなやってないですけど1年に 1.5 件ぐらい、だから僕もそれに専念してたわけじゃないし、はいはいはい、ミッションでもなかったんで正直、まあ、手島さんのところにどんどん、まあ、どんどんというか紹介だったりとかで連絡が来るみたいな感じだったんですね。で結果分かる領域で、はい、しかも結構だから厳選してやってたんで、うん、それの会社が出ていきましたみたいな中で、まあ僕もだからやってるうちに、あ、こういう仕事ってあるんだなとか、うん、こういう観点で面白いんだなみたいなのは理解できるようになってきて、うんうん、でまあメルカリも IPO が見えてくることに、ハショルとユナイテッドを退任することにして、はい、ちょっと何も考えずに一回辞めようかなっていうので、うんうん、1年ぐらいかけて段取って辞めて、そこからちょっとその前後ぐらいからどうしようかなみたいなところの中で、うんうんうん、まあ最上さんが少し接点あったんですけど、はい、彼当時ウィルにいて、はい、やめてこういうのやろうと思ってんだみたいな、うん、当時今思うとクロステック構想なんですけど、はいはいはい、まさにですね、あんまりちょっと意味が分かんなくていや、なんか持ち株があって、まあ、ベンチャーキャピタルも作るし、まあ、事業ももうやりたいこと全部やろうと思ってんだよね、はい、とか、まあ、ちょっと我慢してたところもあるからさとかつって、でもなんかそういうのやってる人日本にいないんで、うん、あんまりそのフレームワークはちょっとよく分かんなくて、どれぐらい現実的なのかなとかって思いながら、はいはい、聞いてたんですけど、で彼は僕辞めると思ってないんで当時彼も、で、あ、そうなんですねとかって聞いてて、でいざ辞めるってなると、あれ、はい、手島さんも辞めるんですかって、はい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 、で彼的にはそういう感じ、事業もやり込んでてベンチャー投資の世界でも比較的両方できそうな人ってそんないないよね、うん、みたいな中で、例え話で彼でいくと、だから青柳さんとか手島さんとか何人かとかしかいないですよねみたいになってて、せっかく同じタイミングで辞めるんじゃ何かできないですかみたいな、だからまあクロステックの中で何か一緒にやりましょうよみたいな、何でもいいですよ、事業でもいいしベンチャーキャピタルでも何かやりたいことないですかみたいなところから最初スタートしていて、ベンチャーキャピタルそんなにすっごいやろうと思ってユナイテッド辞めてないんですけど、うんうんうん、実は、まあ、でもベンチャーキャピタルもベンチャーキャピタルというかベンチャー投資の仕事も面白いと思ってますよみたいな、うん、でも僕も西条さんも別にお金すごいなんか数十億ベンチャー投資するぞって感じもなかったんで、うんうん、自分のお金、はい、まあ、そんなお金もないですし、まあ、じゃあベンチャーキャピタル作りますかみたいになって始めたのはクロステックベンチャーズですね。それがクロステックのグループの一社で、はい、すごい細かい話言うと、だからクロステックと僕個人の合弁会社にしてるっていう感じですね。クロステックベンチャーズっていう感じですね。あの西条さん自体はクロステックグループの運営の中でクロステックベンチャーズもやってるし、僕はだからクロステックグループの中でクロステックベンチャーズに、まずコミットしながらレイヤー X の、役員の仕事とかもやっているというような感じですね。そういうスタイルだからこそそういうなんかフレキシブルといいますか、そういうこともできてるんですね。そうですね。 なんでクロステックベンチャーズ創業したのは2018年です、はい、2年前に創業しまして、今そこから集めて52億円の一号ファンド今運用していますと、うんうんうん、いうようなところですね、はい、ありがとうございます、はいはい、ちょっと今あの簡単にお話もいただいたんですけれども、次回の回では手島さんが今やっていらっしゃるクロステックベンチャーズさんについて、どういった投資方針でやっていらっしゃるですとか、どういうふうな投資先がいらっしゃるのかというところをまたちょっと深掘ってお伺いしていきたいと思っておりますので、はい、次回もよろしくお願いいたします、はい、お願いします。今回の動画見ていただきましていいなと思った方はグッドボタンを押していただいたりですとか、チャンネル登録もしていらっしゃらない方はぜひチャンネル登録していただけると大変ありがたいです。それでは皆さん、ぜひ次回もお会いしましょう。ありがとうございました。